ほうほう、警告の戦闘機 FA50 をマレーシア空軍が新規に購入を決めたんだな。去年のポーランドの大型契約に続いてアジアでも販売が好調みたいだな。FA50 って警告のポンコツ国産戦闘機でしょ？そんなもの買う国が本当にあるの？今回の報道は3月8日の警告のソウル連合ニュースによるものだが、KAI も公式ホームページで発表してるから事実なんだぜ。へぇ、どんな内容なの？ KAI は2月24日、マレーシア国防省と、9億2000万ドル約1240億円規模の FA50 輸出契約、つまり18機の輸出計画を締結したと発表したんだ。安物買いの銭失いにならなきゃいいけどね。じゃあ、今回はなぜ、警告の FA50 の輸出が好調なのか、FA50 は、果たして優秀な戦闘機なのかを、じっくり解説するんだぜ。ゆっくりしていってね。さて、KAI つまり韓国航空宇宙産業会社は2月24日に、マレーシア国防省と FA50 輸出契約を、締結したんだ。マレーシアは FA50-18機を追加で導入する二次事業も計画しており、輸出数は最大で36機に上る見通しだそうだ。36機って結構多いわよね。マレーシアみたいな後進国じゃ大きな契約ね。テコンダーパクみたいな、言い方をしたらいけないな。マレーシア空軍は航空機226機を所有。それも、世界の先進的な航空機を保有しており、東南アジア地域では有数の空軍力を誇る盛況な空軍なんだぜ。へぇ、知らなかったわ。マレーシア空軍が有名なのは、アメリカ製とロシア製の戦闘機を並行して導入する、方針をとっていることなんだ。これは、一方の陣営に兵站を依存することで、マレーシアの政治姿勢を拘束してしまうことを避けるための決定だそうだ。一つの空軍でアメリカ製とロシア製の戦闘機を持ってるの？そこに、警告の戦闘機なんて加わったらめちゃくちゃになるんじゃないの？規格を共有せず互換性を欠いた機種を保有することにより、整備体制には大きな、負担を強いることとなったものの、現在のところ運用状況は良好だそうだぜ。マレーシア空軍の整備兵にはなりたくないわね。現有の主力戦闘機は、アメリカ製の FA-18D 戦闘爆撃機8機及び、ロシア製のSU-30MKM 戦闘機18機、そして、MiG-29N 揚撃機14機だ。これが同時に飛んでるなんてワクワクすっぞ、おら。確かにスーパーホーネットとSU-30やMiG-29が、同じ部隊なんて、まるでエリア88みたいね。軽攻撃機としてはイギリスの BAE ホーク MK-208 軽攻撃機13機を運用してるけど、これに今後、36機の警告 FA50 を軽攻撃機として加えていくわけだ。米英ロ艦の機体が揃うからすごい光景だな。どうしてマレーシアはアメリカ以外の国の戦闘機をそんなに買うの？アメリカ製が、なんといっても信頼性が高いんじゃないの？日本にいると気がつかないんだが、そもそもアメリカは東南アジアに対して武器の輸出制限を政策的に行ってるんだ。政治的や軍事的な緊張を高めないためにだ。へぇ、東南アジアの国はアメリカ製の兵器を、そんなに自由には買えないんだ。だからロシアや C 国は売り込みにも力を入れてるんだぜ。もちろん警告もだな。でも警告以外にも FA50 みたいな戦闘機を、作ってるんでしょ？わざわざ警告のポンコツを買うなんてどうかしてるわ。FA50 は、少々問題はあるんだが決してネットで言われているほど、ポンコツじゃないんだぜ。じゃあ FA50 についてもう少し詳しく説明するんだぜ。わかったわ。確かに FA50 ってどんな飛行機かは知らないわ。FA50 は警告の韓国航空宇宙産業 KAI がロッキード・マーティンから、技術的支援を受けて開発製造した練習機 T50 を改造した軽戦闘機なんだ。警告製って言ってもアメリカの支援を受けたのね。警告政府 70%、KAI17%、ロッキード・マーティン 13% の共同出資による開発だったんだ。また台湾の、FCK-1 警告の開発後に退職した韓商航空工業出身の多くの職員が開発支援したとも言うな。警告の独自開発じゃなくて、アメリカのロッキード・マーチンや台湾の戦闘機技術人が協力したのね。じゃあそんな悪い機体じゃないかも。ロッキード・マーチンとの技術提携の影響を受けたから、胴体末尾にエンジンノズルを有する、ブレンデッドウィングボディの機体形状など、F-16 に似ている部分が各所に見られるぜ。F-16 戦闘機をパクったってこと？垂直尾翼と水平尾翼エアブレーキがノズルにかかるように配置されている点も同様だな。F-16 をパクったっていうより、F-16 を設計した技術人が協力したんだから当然だぜ。どんなエンジンを積んでるの？アメリカの GE とサムスンテックウィンがエンジンの共同生産契約を結んだけど、F404GE402 ターボファンエンジンを1機搭載してるな。これは小型高水力のエンジンとして、多くの軍用機に用いられているが、
これは FA-18CD スーパーホーネットに搭載されているのと同系統のエンジンで信頼性は非常に高いんだぜ。FA-50 の機体デザインはロッキード・マーチンが協力して、エンジンは GE の F404 を積んでるなら、実体はほとんどアメリカの技術じゃない。なら、そんなに悪い機体じゃないわね。もともとが練習機であるため胴体全部は縦列複座配置のコックピットに容積を取られており、搭載可能なレーダーも小型軽量のものに限られるのが欠点って言ったところだぜ。いいレーダーが積めないってこと？それでも軽攻撃仕様の FA-50 は、軽戦闘爆撃機としてイスラエル製の、ELM-2032 レーダーやより強化された兵装等を搭載しているけどな。自国製じゃなくってこれもイスラエル製なのね。F-16 とのバッティングを嫌ったロッキード・マーチンはレーダーなどについては、協力を渋ったらしいな。だからイスラエル製のレーダーを積んでるんだろう。性能は大丈夫なの？ ELM-2032 レーダーはさらにイスラエルのエルタシステムズの支援を受け、警告による独自改良が加えられたそうだ。改良はできているかもな。なんだか怪しいわね。FA-50 はなかなか輸出の実績がなく、2013年から2016年までに60機が、生産されただけで、警告空軍しか使ってなかったんだ。その結果、改良がなかなかできなかったんだ。どうして？思ったように輸出もできず、KAI は KF-21 トラメという、独自開発の 4.5 世代半ステルス戦闘機の開発に忙しすぎたんだぜ。去年やっと初飛行した、あの戦闘機ね。それでも、なんとか改良をしてブロック10と呼ばれるタイプは、ANAA933 という照準ポット。これはロッキード・マーティンが、ランターンシステムの ANAA914 の後継として開発した照準ポットだが、これを搭載できるようにしたんだ。これもロッキード製なのね。その改造によってレーザー誘導兵器を運用可能となったんだ。改良によって、現代戦でも軽戦闘機兼軽攻撃機として活躍可能なアップグレードができたんだな。そう聞くと、それなりの軽戦闘機なのね。問題やトラブルはないの？ちょっと墜落事故は多めだな。T50 および FA50 は今までに、約200機生産されているけど、5機が墜落で失われているんだ。やっぱり欠陥機じゃないの？根本的な設計ミスとかじゃなくて、整備ミスや操縦ミスでの喪失が、ほとんどみたいだぜ。実態はよくわからないけどな。FA50 って戦闘機っていうより、軽戦闘機や軽攻撃機って、感じだけど、どうして戦闘機じゃなくて軽戦闘機や軽攻撃機があるの？例えば F-16 だって、もともとは安くて性能のいい軽戦闘機って、コンセプトだったんだ。ところが改良を進めたため、結局は高価な戦闘機に、近くなってしまったんだな。だから F-16 みたいな戦闘機を買えない、あるいは、そこまで高性能な戦闘機は必要ないって場合に、FA-50 みたいな軽戦闘攻撃機が売れる場合もあるんだぜ。お値段はどんな感じなの？FA-50 ならいくつかタイプはあるが、約40から50億円だぜ。これに対し F-16 だと約90億円。アメリカ製戦闘機に比べれば安いロシア製戦闘機でも、スホーイ 35S の価格は約70億円と言われているから、FA-50 の価格は魅力的なんだな。価格的にはお手頃なのね。それに供給余力もあるんだぜ。逆に今まで売れなかったせいもあって、製造ラインは空いてるからな。F-16 とか、十何年先まで製造ラインの予定が埋まってて、買えないって聞くしね。それに KAI は技術供与も積極的に認めてるからな。ポーランドとの契約は、訓練パッケージシミュレータ供給、パイロット、地上要員の訓練及び、ロジスティクスパッケージスペアパーツ、消耗品が含まれ、加えて2026年から、ポーランド国内に FA-50 のサービスセンター国際整備拠点 MRO&U が設立されるんだ。あまり自国開発って感じじゃないのにずうずうしいわね。同センターにおいて初期の運用の FA-50 ブロック 10×12 機のポーランド仕様への近代化改修が実施されるほか、保守部品の製造や重整備もサービスセンターで実施されるというから、ポーランド航空産業にとっては魅力的な内容だぜ。アメリカやロシアはそんなことしてくれないからな。売り方やアフターサービスは、すごくしっかりしてるんだ。国策で、武器輸出を徹底的かつ丁寧にやってるんだ。もちろん国のトップも、戦闘機や兵器契約の際にはセールスマンとして活躍するんだぜ。そういうところはちゃっかりしてるわね。他の国は FA-50 みたいな軽戦闘機みたいのは持ってないの？ライバルはイギリスの BAE ホーク200だが、これはかなり古いホーク100の。改良型だし、イタリアのエアルマッチ社の M346FA も、販売実績は、ないからな。まあ市場が大きくはないから、そんなにライバルもいないって感じなんだぜ。アメリカとかは軽戦闘機は作らないの？面白い軽戦闘機計画はあるんだぜ。なんと AT-6E ウルバリン。
軽攻撃機は、現在、アメリカ海軍及び同空軍が使用する T6 敵山通諸島練習機を、ベースに開発されたプロペラ推進の二人乗り小型攻撃機なんだ。この現代でプロペラ推進？アメリカ空軍は2017年から翌2018年にかけて、一旦は AT-6B 系攻撃機の、トライアルを行っていたものの、2018年12月に調達計画の無期限延期を決め、採用保有としてた。しかし空軍は、同盟国や友好国などに対する低コストでの、軽攻撃機開発を支援するために、この度改めて AT-6E の3機の調達を行ったそうだぜ。プロペラ機なんて買う国があるの？タイ空軍が8機購入するらしいぞ。まあ将来的に FA-50 のライバル機になるかもしれないな。知らんけど、本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。